腹筋が苦手だけどお腹をへこませたい。最近徐々にお腹が出てきてしまってへこませるためにどんな腹筋したらいいのかわかんない。そういった方におすすめなニーレイズというメニューを紹介します。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、レッグレイズよりも簡単にお腹をへこませることができるニーレイズというメニューを紹介します。今動画を見ながらお腹をへこませてみてください。お腹をへこませたことによって力を抜いた時よりもへこんだよって方はその状態をキープできるメニューになってますので、やってすぐ翌日からお腹をへこんだ感覚を手に入れることができます。そこで大切なのが、自分の腹筋のレベルよりも一つ軽いメニューを行うことが大切です。自分が頑張ってしまう腹筋メニューを行ってしまうと、どうしてもアウターマッスルに力が入ってお腹をへこませる腹横筋、インナーマッスルを使うことができなくなります。一個レベルを軽くすることによってアウターマッスルよりもインナーマッスルを使う意識ができてお腹をへこませることができてきます。動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まずお腹をへこませるポイントとしては、骨盤を立てるということをしなければいけません。特に下腹の腹筋を使う場合、下腹部の腹筋だけを動かすという骨盤の動きを作れないと効かすことができません。そこでまず大切なのが、膝開いてカエル足を作って腰を動かしていきます。これをまず30秒間行うことでニーレイズをしっかり効かすことができます。それでは行きましょう。スタート。手を腰に当てて胸を張って下腹だけを動かしているイメージです。ゴムのラインを上に向けるイメージです。下上下上っていう感じでお尻を締めながら骨盤を起こします。はい、 OK。 今の動きを四つん這いで行います。四つん這いで行う方が立てるのが難しいので、それをまず身につけてください。いきましょう。スタート。腰を丸めながら、腰の位置が一番高くなるイメージです。肩甲骨ではなく腰が一番高い位置に行く感じです。お尻を締めながら骨盤を起こすイメージです。おへそを自分の顔に向けるイメージです。はい、 OK。 次はカエル足で今のやつを行います。この後にニーレイズを行います。いきましょう。スタート。この状態で反れる腰を床につけるイメージです。腰痛い方はね、少しずつ動かしてください。おへそを上から自分の顔に向けるイメージです。こういうイメージです。腰をしっかり床につけれないとお腹に効きません。はい、 OK。 それではニーレイズを行っていきます。30秒です。レッグレイズというと足をこのように動かすと思いますが、これは外側ばっかり使ってしまいやすいので、今回は頭を起こして足をちょっと開いて、ここで10秒キープしたら一回足を曲げます。伸ばしてキープ、曲げる。呼吸は曲げたら吸って伸ばしたら吐きます。できれば伸ばしてる間はずっと息を吐きます。腰が浮かないように注意。いきましょう。スタート。この状態でできれば息を吐き続ける。息がなくなってきたら吸って吐いてキープ。首疲れる方は頭持っていいです。しっかりこれで骨盤を立てときます。吸って吐く。お腹の奥をどんどん使います。はい、 OK。 これをもう2セットしっかり行っていきましょう。それでは行きます。スタート。細く長く息を吐きます。2回目の方がね、お腹に効きますよね。あー、効いてきた。頑張って、ラスト。
だうお、2セット目はきつい。さあラストです。3回行うことによってしっかり腹筋の深層部を使うことができて骨盤が立ってお腹がへこみますんで、いきましょう。頑張ってラスト、スタート。首力保ってください。よいしょ。お疲れ様でした。今回たったの1回、翌日からお腹がへこむメニューになってます。本当かよと思った方はですね、動画を見ながらメジャーを使ってやる前やった後翌日ウエストを測ってみてください。お腹を自分でへこませた状態がキープできるメニューになってますので、動画を見ながら何度も続けてみてください。1回じゃわからないよって方もね、2日目やってみると意外と変わってくるかもしれません。毎日適度にこのメニューを行うことでいつもへこんだ状態をキープできますので参考にしてください。頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで説明欄から見てもらってリンクのフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。